はいどうも矢澤です。今年最初の動画はポートレートのジレンマというテーマでお送りします。ぜひ最後までご覧ください。 はい改めまして矢沢です。新年一発目の動画がとても遅くなってしまいました。もう1月も中旬なので明けましておめでとうでもないんですが、2021年も引き続きよろしくお願いいたします。 動画のアップが遅くなったのには2つ理由がありまして先日の生配信にご参加いただいた方には一部お話ししているんですが、まあ、実は昨年からパソコンの挙動がかなり怪しくなりまして、まあ、正月休みを利用してリカバリーをしておりました。 私はデルのエイリアンウェアオーロラ R6 という機種を使っているんですがまあ、作業中にいきなりブルースクリーンが出てシャットダウンしてしまうという現象が時々起こるようになりましたそれが原因で生配信が途中で途切れたこともあったのでカスタマーサポートに電話をし対処法を教えてもらいました まあそれにより一旦は収まったんですが今度は動画編集ソフトエディウスがとても重くなってしまったので、まあ、デルのメーカーサイトにあるパソコン診断テストをやってみましたするとメモリとビデオカードに障害があるという結果が出たので、まあ、もう応急処置ではだめだなと意を決し正月休みを利用してリカバリーをすることにしたわけです。 しかしエディウスを再インストールしても状態は変わらず、まあ、再びメーカーのカスタマーサポートに電話をしいろいろやり取りをした結果メモリとビデオカードと SSD さらにはマザーボードまで交換した方がいいだろうという判断に至りました幸いグレードの高いサポートに入っていたのでパーツはすべて無償交換 訪問修理をしてもらったので出費もも面倒なな作業もししくて済みました時間はかかりましたがこれでようやくストレスのない作業ができるそう思ったところ今度は動画編集ソフトエディウスのライセンス認証が上限を超えているという警告が出て、まあ、インストールができなくなってしまいました。 これは完全に私のミスなのですが、本来であればリカバリをする前にライセンス認証を一旦解除しておかなければならなかったんですね。まあそのことが頭から抜け落ちていたため、複数台のパソコンにインストールしていると認識されてしまい、そのような警告が出てしまったようです。 メーカーのサポートページにその対処法が出ていたので早速やってみたのですがなぜかうまくいかず結局そこでもまたカスタマーサポートのお世話になることになりさらに時間がかかってしまいました、まあ、正月から踏んだり蹴ったりでしたがこれが動画のアップが遅れた1つ目の理由です。2つ目はポジティブな理由です ももうすでにお気づきのの方いいらっししゃるかと思いままが、オープニングの動画を変えてみました。これまで使用していたものはチャンネル開設当時に作ったものだったので出てくる機材の半分がもう手元になく、まあ、そろそろ変えなければと思いつつもなかなか手がつけられず、まあ、ずるずると後回しにしてしまっていたのですが、まあ、パソコンの中身が一新されたこのタイミングで作り直すことにしました。 あとこれもお気づきの方いらっしゃるかもしれませんが今年から四 k を基本とした動画配信に切り替えていこうと思います、まあ、以前からコメントで四 k 配信を希望される声はあったんですが、まあ、こんなおっさんの顔を四 k で配信してもなと見送ってきましたしかし作例をご覧いただくときなどはディティールが細かい方がいいですし、まあ、今は四 k 対応のパソコンモニターやテレビも普及しているので、まあ、今年から切り替えることにした次第です 生配信はタイムラグが結構あるので、まあ、HD のままいきますが、まあ、普段アップする動画は基本 4K で配信していこうと思います。まあ、そんなこんなで正月からいろいろありましたが引き続きご視聴いただけますと幸いです。さてようやく本題です。今回のテーマはポートレートのジレンマです。 ポートレートとはいわゆる人物写真のことを指しますがここでは日常を切り取ったスナップ的な人物写真ではなく被写写体から撮ら撮れることとをを意識したた真をポートレートトレ呼ばせていただきます私自身がずっと人物写真を中心に仕事をしてきたので、まあ、このチャンネルをご覧の皆さんの中にもポートレートを中心に撮られている方が多いのではないかと思います。まあ、そんんな皆さん ご自身が撮られたポートレートを人に見せた時あなたの作品性ではなくモデルさんんのの容姿にに対する感想の方が先に返ってきたことありませんか例を挙げた方が伝わりやすいと思うのでこのチャンネル「純レギュラー」の増田くんのエピソードをお話しします。 え彼が写真学校を卒業しフリーのカメラマンとして活動し始めた頃、まあ、ブックと呼ばれる自分の作品集をクライアントに見せる機会があったそうですえ彼としては渾身のライティングを施した写真を見せるのが目的だったようですが、まあ、クライアントが食いついたのはその隣にあった某有名人の記者会見写真。ささんんんっっててタレントの〇〇さん撮ってるんですかとまあ技術的にはなんてことない写真の方に食いつかれ まあショックを受けたそうです、まあ、ただ彼はそこで現実を学んだようですけどもね続いてサロンで働いているヘアメイクの子の話をしますその子は20代半ばの女の子独り立ちを目指し目下修行中という感じなんですがとても愛嬌があるので人気があり同世代の女の子を中心に固定客をつかんでいます。 作品作りに関しても熱心でその固定客の中から許可がもらえた人だけ施術後に撮影それを刷新し自分の営業ツールにしています、まあ、コンデジで撮った割にはうまく撮れているなと感心するクオリティなんですが、まあ、いかんせんモデルが一般の人、まあ、大変失礼ながらビジュアルクオリティが低いため彼女の技術に目がいきません。 つてをたどればプロのモデルさんにお願いすることも可能だと思いますがそれなりのお金がかかるため修行中の彼女にはとても無理と、まあ、どんなに技術を磨いても被写体が良くないと評価されないばかりかむしろマイナスに見えてしまう、まあ、理不尽なようですがこれが現実です聞いた話によるとヘアメイクの専門学校ではいいモデルを連れてこられるかどうかで生徒のやる気を推し量るところもあるそうです まあ、とにかく土台が良くなければ評価も上がらないという教え方ですね。ポートレート写真も同じこと、技術的なことを習得していてもモデルが良くないとその写真は台無し、逆に対して技術がなくてもモデルが良いとそれなりの写真に見えます、まあ。いわゆる被写体依存です。特に作品性の高い写真を撮ろうとしたとき、モデルの優劣は撮影者の技量以上にものを言います。被写体依存の写真をよく言わない方もいらっしゃいますが、 私はポートレート写真を撮る第一歩は先ほどのヘアメイク学校の教えと同様魅力的なモデルさんを見つけることからだと思っていますなぜならカメラや写真に詳しい人ならいざ知らず世間一般の人はまず写っている人に目が行くからです例えばタレントさんの写真集有名な写真家さんがたくさん撮られていますがそれで売れているわけではありませんよね もちろん中には写真家さんのファンで買うという方もいらっしゃるとは思いますが、ほとんどの方がタレントさんの用紙目当て。まあ、残念ながら写真家さんのお名前なんて二の次どころか目もくれていないと思います。私自身はポートレートというのは撮影者とモデルの共同作業だと思っています。まあ、誰が言い始めたかわかりませんが、フォトセッションというのは言い得て妙で音楽のジャムセッションに似ています。 まあ優れたモデルさん、まあ正確に言うと相性のいいモデルさんに出会うと自然とこちらも乗ってきます。まあ当然写真の上がりも良く、いい意味でセレクトするのがもったいなくなります。 ままた技術的なことも伸ばしてくれます以前写真調達の最短距離という動画の中で私が31歳で脱サラし写真を撮ることになった際最初からフラッグシップ機と大三元のレンズを揃えたとお話ししました理由は写真に関する技術も知識もない素人の自分が他の何かで補えるとしたら機材しかないと思ったからですそれにより時間的にも金銭的にも遠回りしないで済みました い,い機材が表現力の幅をを広げ、向上心を後押ししてくれたからです。被写体に関してもレースクイーンから始まりグラビアアイドルファッションモデルガールズバンドと各ジャンルのプロフェッショナルばかりを撮影してきました。 被写体に関してはビジネス上の戦略として広げていった側面が大きいんですが、まあ、結果的に技術的な面も伸ばしてくれたと思います。なぜなら魅力的な被写体は撮影者の感性をも刺激してくれるからです。自分の過去の経験から言うと女優さんを撮影している時にそれを感じます。 なりわいとして物語に入り込み他の誰かになりきれる人というのはファインダーの中でも他の誰かを演じているように見えたりまたファインダーを通り越したその先を見つめているように感じる時がありますそして気がつくとシャッターを切らされています撮影者としては負けかもしれませんがこれ以上心地のいい負けはありません まあ少し話がそれましたが、ポートレート写真の場合、撮影者の作品として見てもらえないことがほとんど。まあこれが今回のテーマ、ポートレートのジレンマです。え、こんなことを言いながら、私自身はあまりジレンマを感じたことがありません。まあなぜなら最初から媒体、まあ、つまりメディアとして写真を撮り始めたため、まあ被写体が主役なのが当たり前、その人の魅力を伝えるのが役割であって で自身の作品だという感覚は微塵もありませんでしたま撮、あ、り下ろしのグラビアもあくまで商品、えー、YouTube に上げている写真に関しては機材や撮影方法を伝えるための作例に過ぎませんですので今回のテーマは冒頭でお話しした純レギュラー増田くんのエピソードやヘアメイクの子から汲み取ったものです視聴者の皆さんはポートレート写真をどのように捉えていますかまあ、よかったらコメント欄で教えてください まあ、今回はこんな感じで、まあ、新年一発目の動画はポートレートのジレンマをお送りしましたえこの動画が面白かったという方はぜひ高評価ボタンをチャンネル登録がまだの方はこの機会に登録していただけますと大変嬉しいですえ以上矢沢でした